大岩健一は長野県で活動するフリーアナウンサー。長野県松本市在住、千葉県木更津市出身。大学生時代は文化放送でアルバイトをし、そこで当時若手アナウンサーだった竹内康夫にお立てられたことがきっかけで本格的にアナウンサーを目指すようになる。1980年にアナウンサーとして大阪、朝日放送に入社。入社後は、 主に ABC ラジオのシーンや放送で活躍。特に同僚アナウンサー、クスノキやツセトのケンクスコンビは当時雑誌月刊ラジオパラダイスのパーソナリティ人気投票で最高12位まで上がるなど人気を博した。1988年6月に朝日放送を退社。この時点でクスノキとのケンクスコンビは実質再結成不可能となり、 月刊ラジオパラダイス1988年8月号、ラジパラタイムスにおいては、ケンクスコンビは永遠に3回、と報じられた。翌月には、開局したばかりの FM 長野へ入社するとともに、長野県松本市へアイターンする。同局では、アナウンサー業とともに、ディレクターなども務めた。平日朝のワイド番組、タブロイドラジオレッツ午前中。 が主な担当番組だった。番組独自の長野県の三大方言の制定をはじめとして、長野県在住の放送作家、化石良との協調、スタジオの窓から新州が見えるの執筆活動なども、行った。また在庁他局である SBC ラジオの特別番組、ラジオなんかいらないでは、放送局の垣根を超え数人集まったパネリストの一人として、出演。 当時ライブドアによる日本放送の買収騒動などでにわかにラジオ業界が注目された中での出演だった。2005年10月の大規模な番組改編で平日の生ワイド番組からは完全に離れ、担当番組も週末の生放送番組サタデー D のみとなった。2006年3月31日に FM 長野を退社、フリーアナウンサーとして活動していたが、 2013年10月1日より、あずみや FM の社員スタッフになり、アナウンサーとしても、番組を持っている。コラムニストの小田島隆史とは、大学で、同じクラスだった。愛車は、シュトロ n c に。あずみや FM 放送は、長野県あずみの市を中心エリアとする、コミュニティ放送。すべて ABC ラジオの生放送番組、AB 別冊ラジオパラダイス。 DJ メーカーにより在籍当時は、認定放送持ち株会社以降前の旧、朝日放送株式会社。パーソナリティのご紹介や詰めの FM、遠距離恋愛の日から12月21日。今日は、何の日 ?2019 年12月17日閲覧。ありがとうございます。